気がつくと、いつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる。そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子、言の葉だより、私が出会った素敵な言葉たち。おはようございます。渡辺翔子です。今週のことの葉はこちらです。時間の使い方は命の使い方。ノートルダム精神学園理事長の渡辺和子さんの言葉です。このことの葉だよりのベースになっている文字盤を配信した7年前、あるテレビ番組に出演されていた渡辺和子さんのトークの中で感銘を受けたのが、時間の使い方についてのお話でした。今回取り上げた時間の使い方は、すなわち命の使い方とおっしゃったほか、渡辺さんはこんなことも話されました。この世の中には雑用というものはなく、私たちが用を雑にしたときに雑用が生まれます。本当にそうだなぁと、これまでの自分を反省しながら思いました。存在な時間の使い方をすると存在な人生が残り、丁寧に時間を使うと丁寧な人生が生まれる。運命とは命を運ぶと言いますが、命をどう運ぶかは今自分が送っているこの瞬間瞬間の時間の使い方にかかっているということなのですね。急いで成果を出そうとする焦った時間の使い方も、めんどくさいと無駄に過ごす時間の使い方も、どちらも雑な使い方。心を込めてこの一瞬一瞬に向き合えたら、本当に心穏やかで幸せな今、未来が送れるのでは。丁寧に時間を使っていこうと心に誓いました。さあ、新しい1週間が始まりました。今週も笑顔でいきましょう。